いやあついに来ました。この動画はディジキーの提供でお送りします。 今回は先日発売されたアルデュイのシリーズの新作マイコンボード、アルデュイノウの U の R4 のレビューです。ようやく待ちに待った新作です。アルデュイのシリーズ、皆さん使ったことあるかとは思いますが、シンプルなマイコンボードです。ボード自体の使いやすさ、開発環境の使いやすさ、そして基板自体の拡張性の高さから、電子工作などのホビー用途から IoT、産業用途まで幅広く使われています。 一番最初に触るマイコンボードがアウデュイのシリーズだったという人は多いかと思います最近になってそのアウデュイのシリーズの中でも一番基本的なモデルである UNO の第4世代が発売されました今回はそのアウデュイの UNOR4 とそして前の世代である R3 を比較しながらいろいろとレビューしていきます ちなみに今回使うのはアウデュイの R4 ミニマの方です。アルデュイの U の R4Wi-Fi もありますが、日本での儀的は動画撮影時点では通っていないようでした。これについてはまたそのうちやろうかと思います。R4 ミニマの価格は3000円程度です。手出しがしやすい価格になっています。ちなみに先代の R3 は4000円程度していました。ですので最新版の方が安くなっています。 ちなみにディ k キーは6000円以上を購入すると送料が無料になります例えば友達の分と合わせて2枚購入しますそして6000円に足りない分は追加で何か抵抗であったり LED とかそういった部品を注文して6000円以上にしますそうすれば送料無料です R4 ミニマの在庫かなり多いのでぜひ使ってみてくださいちなみにアウディイノウィの,の R3 の時はチップが純正部品かどうか怪しい互換品がたくさん出ていましたが今回の R4 では互換品はまだ出ていませんそのうち出てきそうな気はしますまず外観とスペックを見ていきます基板の形は変わっていませんまたピン配置とも同じままです従来のアウディイノのシールドもそのまま使える可能性が高いです一番の変更点は CPU です R3AV VR マイコンを使っています今はマイクロチップに買収されました R4 はルネサス製のマイコンを使っています日本メーカーですこのマイコンが変わったことで性能が大幅にアップしていますプログラムメモリは従来の8倍の 256kb データラムは16倍の 32kb データロムは8倍の 8kb ですそして処理速度にも大幅に関わってくる動作クロック R3 は 16MHz ですが R4 は 48MHz です3倍になっています このようにマイコン自体大きくアーキテクチャが変わってしまいましたが従来と同じ環境で開発できます。こちらの SWD と書かれた端子ですが多分 CPU のデバッグに使うものかと思います。JTAG か何かだと思います。CPU のレジスタを直接読み書きするようなとても低レイヤーのレベルでデバッグします。ただ JTAG のデバッグデバイスは高価なので電子工作するレベルでは必要ないかなといったところです。あとは USB コネクタがタイプ c になったのも大きいです。煩わしい u コネクター探しをしなくても良くなりますあとは部品の高さ方向が少し低くなりました USB Type-C の高さ低いですし R3 のこの部分にあったピンヘッダーがなくなっていますですので自作のシールドを R4 で設計しようとした場合 USB やピンヘッダーとの干渉をあまり気にしなくても良くなりますただ電源端子の部分はピンヘッダーより高さありますのでその点だけは注意が必要です 次は R4 の回路像を見ていきます。これがメインのマイコンになります。ルネサス製です。そしてこれが電源 IC ですね。今回はスイッチングレギュレータータイプのものを使っています。ここに入力保護用のショットキーバリアダイオードが入っています。 電圧を逆接続してても壊れなないいようになっていますこちらのスイッチングレギュレーターの IC もデータシートを探してみるとルネサス製でした R4 の電源入力は 24V ままでで入入力できます入力きすされた電圧をこちらのスイッチングレギュレーターでマイコンで使う 5V まで電圧を下げますデータシートでは入力電圧は最大 40V までまで。 対応しています回路図を見てもこのキャパシタ 25V、25V が2つ直列接続になっていますので実際4 0ボルト程度までは入力できそうな雰囲気ですですが推奨はしませんちなみに UNO R3 の電源入力からは結構構成が変わっています UNO R3 の電源はリニアレギュレーター方式でした入力電圧は最大で2 0ボルト。交渉ですと 12V です このような R3 と R4 の入力電圧の許容値の違いを見てみると R4 の方は若干産業用を意識しているそんな雰囲気があります R4 の電源の部分には ESD プロテクション静電気保護用のダイオードが入っています R3 の場合はバリスタが2つだけでした電源の安定性にも気を使っています R3 と R4 の電源周りを実際に見てみます。R3 の方はリニアレギュレーターと、そして入出力部分の電解コンデンサーです。R4 の電源周りはここにあります。スイッチングレギュレーター IC とインダクター、そして電圧平滑用の積層セラミックキャパシタです。R3 の方は電解コンデンサーの寿命がありますが、R4 は寿命が非常に長い部品だけで構成されています。ただし部品点数は多めです。リニアレギュレーターは低ノイズですが、効率は非常に悪いです。例えば 12V を入力したとき出力電圧は 5V ですなので効率はだいたい40%程度になります非常に悪いです一方でスイッチングレギュレーターの方はどうかデータシート確認しましたが全域で効率は70%から90%程度までありますリニアレギュレーターと比較するとスイッチングレギュレーターの効率は非常に高いですただ若干ノイズ多めですねそういったところのトレードオフはありますが今回はスイッチングレギュレーターを使うという風になっています 次は実際にこの R4 を動かしてみますパソコンとの接続も USB Type-C なので非常に楽です例えば AD 変換を使う例です可変抵抗の電圧値を読んで電圧に応じた値によって LED を光らせます可変抵抗を回してみると、はい、LED が点灯しましたこの可変抵抗の電圧によって光り具合が変わります問題なく動作します 他も試ししてみましたジャイロセンサーの角度 i2c を使ったシリアル通信でマイコンに読み込みますその角度に応じた出力をサーボセンサーに出力しますこんな感じですジャイロを傾けるとサーボが動きます 次は性能のベンチマークもいろいろやってみましたクロック周波数で見ると R3 は 16MHzR4 は 48MHz ですまずこちらのオシオスコープでチャンネル1が R4 そしてチャンネル2が R3 になります 結果を見てみると R4 は 509kHz R3 は 111kHz となっています R4 の方が早いです今回はタイマーを使っていませんタイマーを使うともう少し違った結果になるかと思います それ以外にも整数計算と不動小数点計算のベンチマークをしました整数計算ではフィボナッチ数列と素数を求めました不動小数点計算では三角関数を使った計算をしましたこのグラフを見てみるとどれも R4 の方が早く実行できています R3 と R4 を比べると R3 の方が5倍から50倍程度計算時間がかかりますクロック周波数が3倍に高くなった以外にもメモリーの容量なんかも計算に効いているような気がします というわけでアウディの U の R4 ミニマの実際に使ってみた感想とレビューでした R3 が出た後10年近く経過していますがその後のモデルチェンジです多くの点で進歩しています マイコンボード自体のシンプルさであったり使い勝手の良さはそのままという点が良いです。R3 と比較しても R4 の値段は3000円程度と安くなっていて非常に手出しのしやすい価格になっています。そして使い勝手は良いです。これからマイコンを使った電子工作を始めようとする人にも問題なくおすすめできるかと思います。というわけで今日のスポンサーの d ジキーの紹介です。どうぞ。 ディジキーの YouTube チャンネルにもいろいろ動画が上がっていますがそちらにあるマイコンの動画皆さんも見ていただけましたでしょうかアウデュイノの開発環境のインストールからマイコンの使い方 LED の光らせ方まで分かりやすく丁寧に解説していますディジキーですとアウデュイノとその周辺に使う電子工作の部品も一緒に手に入ります例えば友達と夏休みの自由研究でマイコンを使ってみるとかあとは親子揃ってマイコンを使い始めるとかいろあります例えば 今回のマイコンボードを2枚買ってそしてプラスアルファで部品を少し買えば送料無料の6000円になりますこの機会にマイコンぜひ始めてみてくださいそれでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました一見の公式 LINE あることを皆さんご存知でしょうか概要欄にあるリンクから登録できます LINE からメッセージを送ってもらえればその内容は全て一見に届くようになっています全部見てます なので視聴者の皆さんからこういったことをやってほしいとか企画の提案とかがあれば参考にさせてもらいます。企業の人も公式ホームページやメールアドレスの方からもご依頼お待ちしております。一見の YouTube を企業の PR や工場見学、研究所のアウトリーチ活動、人材採用への PR 活動などいろいろなことに活用できます。ぜひお問い合わせください。視聴者の興味を引きそうな、我こそはという会社、ぜひお願いします。 それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。T シャツ販売中。詳しくは概要欄から。